かい？つけてみるかい？あんなに拒否られてんのに。こっちの世界に戻ってこい。明日も私のことをよろしくお願いします。めんどくさい人間の顔なんて捨ててスピーチキャットライフ。本当のこと言えたかな。あいつどこ行ったんだよ。もしかして私いなくなったの騒ぎになってた。私はあの人に幸せでいてほしい。祭りの日が楽しみだね。それは大好きな君のそばにいられる唯一の方法だった。知ってたらもっと上の味方できたのに。自分が誰に支えられてるのか、いなくなったから気づくんだ。私本当は人間に戻りたいの。泣きたい私は猫をかぶる。